クラーク・カリース・コールズはアメリカの競泳選手、オリンピック金メダリスト。1952年のヘルシンキオリンピックの100メートル自由形で金メダルを獲得した。1955年のパンアメリカン競技大会では100メートル自由形と400メートルメドレーで金メダルを獲得した。1948年、レッドフォード高校の3年生の時、 デトロイトシティリーグの50メートルと100メートル自由型で優勝した。その後ミシガン州立大学に入学し、大学のスポーツチーム、スパルタンズの競泳とダイビングチームに所属し、NCWA の競技大会に出場した。コーチであるチャールズ・マッカリーの下、100ヤード自由型において5度の全米チャンピオンと3度の NCWA チャンピオンに輝いた。1980年に、 国際水泳伝道入りを果たした。1992年にミシガン州立大学のスポーツ伝道に最初に入る30人が表彰されたが、そのうちの一人であった。2008年にはミシガン州スポーツ伝道入りも果たしている。これはミシガン州でプレーしたまたはミシガン州出身のプロアマのアスリートを表彰するものである。ありがとうございます。